こんにちは。今日はマイナーチェンジしましたフリードのご紹介をいたします。今日のこちらのフリードはブラックスタイルという、おそらくファイナルエディションになると思うんですけれども、まあ、こちらの車試乗する機会をまたいただきましたので、まず車両の紹介をしていきたいと思います。まあ、見ていただくと、私も後期モデルのフリードを一度ご紹介させていただいたことあったんですけれども、このグリルがかなり変わりました。最初初期に出た時はここのグリル自体はこのボディと同色のものだったんですけれども、今回からはちゃんとこのような形でグリルっぽくなったと。でかつここクロームメッキになっているということで、このスタイルが非常にかっこいいなと思います、私自身も。で後期の初期のやつだとここも同色になっちゃってるので、なんかいまいちだなって思ったんですけど、ここがちゃんとグリルがつくようになって、でこのクロームメッキのこの加色がされているというのは非常にアクセントが強くなっていいんじゃないかなと思います。でこちらのヘッドライト自体も LED のヘッドライトで、このハイブリッド G がベースになっている車に関してはアクティブコーナーライトもついていると、まあ、いうことになります。でこの辺もピアノブラックになってるっていうのも、おそらくこのブラックスタイルの装備の一つになっているんではないかと思います。で一番のアクセントはやはりこのホイールになると思うんですけれども、ステップワゴンもブラックスタイル出た時にホイールがすごくかっこよくなったなって思ったら、この辺がしっかりと加色をされていると、まあ、いうことになります。で今回のこちらに関しては部分的に加色されているのではなくて、全て黒塗りになっているというところになりますので、かなり足が引き締まって見えるようになっているというのがポイントではないかと思います。タイヤはブルーアースの E50 というタイヤを履いています。でこちらも黒のパールのミラーつくようになっていたりとか、あとこちらのドアのノブ自体もブラックになっています。これ非常に軽く開きます。これ結構いいですね。スッとこう軽く開いて軽く閉まるっていうのはちょっと違うかなと思います。ステップワゴン結構こう引かないと開かないんですけども、これはすごく使いやすくていいかなと。でこの辺のドアノブ自体も色が変わっていると。でリアに関してはここがまたクリアに戻った。初期のモデルに関してはここのハイマウントがクリアだったです。後期になって赤になって、また最終モデルのブラックスタイルになってからまたクリアに戻ったということになっています。であとはこちら、これはワンモーターの ITCG なんで EACV というロゴにはなってなくて、ハイブリッドということでそのままのロゴになっているというところもポイントかと思います。あとはこちらボディカラー自体が新色になっているっていうのも大きなポイントではないかと思います。で中がどう変わったかっていうところを次お見せしていこうかと思うんですけれども、中なんですがそんなに変わってないのかなと思いきや結構変わってます。パッと乗り込んだ感じでいくとかなり清掃な感じがしていいかなと。使っているこの素材とかがジャジー素材って言っていいんでしょうか、まあ、こういった素材で暑苦しくなくてかなり清涼感がある素材を使っています。この辺もそうなります。でこれはファブテクトシートかと思うんですけれども、まあ、撥水加工シートなんですが、すごくジャジー素材も使っていて、なんか単なるファブリックっていう感じじゃなくて、すごくこういった夏場の暑い時でもなんか蒸れそうになさそうなシートで、すごく感じが良くなってると思います。でこの辺の木目調のパネル自体は従来と変わらないんじゃないかと思います。従来は明るめの木目調の色とで黒なんですけど、これは黒の木目調のパネルになっているというところです。まあ、その辺が大きく変わっているところかと思います。あとブラックスタイルの装備ということではなく、まあ、このフリードって結構今でも売れてます。
で今こちら前にステップワゴンあるんですけれども、まあ、ステップワゴンに買い替える方ももちろんいるんですけれども、ステップワゴンだと大きすぎちゃって特に必要ないと。で、僕ぐらいの年齢でもう子供が大きくなって子供とどっか行くことも少なくなってるから、まあ、ダウンサイジング化っていうのがやっぱり流行ってるっていうのがあります。で、そのダウンサイジングとして受け入れられてる車というのがこの横にあります。これは前期型の NBOX になるわけなんですけども、まあ、NBOX に買い替えられる方もいらっしゃいますし、ちょっとこれだとちっちゃいよねっていうことでフリードにしようという方も多くいらっしゃる。フリード出てからかなり経つんですけれども、それでもかなりこのホンダの車の中でも売り上げとしては好調なものになっているということになりますので、すごく根強い人気がある車になっています。で、使ってみてすごくまず良かったなって思ったのは、ここに USB、 これはナビの接続するための USB だと思うんですけど、こういったものとかパワーアウトレットとかそういったのがついてる、まあ、ステップアウトももちろんついてるんですけど、まあ、こういった車だと結構ついてない車両もあったりするんですけど、こういうのがちゃんと普通についてるっていうのは、こういった車にパッと乗った時に何かつけたいなって思った時にこうスッとつけられるっていうことです。こういったところがすごくいいなって思います。あとこういったテーブル、センターテーブル自体も結構今の車ステップワゴンとかですと今ないですし、ノアボクシーとかもないから置く場所が結構困ります。その辺はすごくやっぱり感じるところなんですけど、このフリードってちゃんとこういったものがついてて置く場所も困らないっていうのがあります。こういったところもちゃんと物が置けるし、まあ、先代のこの RP5 のステップワゴンと基本的には同じような作りになってるインパレなんですけど、まあ、意外とこれが使い勝手としてはいいよねっていうところがやっぱりこうあります。こういったところにやっぱ収納できるっていうところもやっぱり使いやすい、まあ、デザインがどうっていう話があるとは思うんですけど、でも使いやすさって言ったらすごく使いやすい作りになってるなっていうことで、まあ、なるほど使いやすいよねと。あとはこういった、これ今スマホホルダーなんですけど、今の車ってこういった吹き出し口がちっちゃくなっちゃったりとか、ハニカム構造になっちゃったりとかでつけにくくなっちゃってて、スマートフォンがつけられないっていうのもあります。なかなか。でもこういう従来版だとちゃんとこういった感じでスマートフォンもつけられますんで、まあ、そういった意味においてはやっぱりすごくいいかなって僕自身は思う。こういったものに関しては、まあ、デザインとしての革新性っていうのはあまりないかもしれないですけど、すごく使いやすいということですね。こういったところもそうですね。スマホが入れられたりとか、すごく使いやすいということです。で、従来通りホンダ車らしくて、ちゃんとこういった広角のミラーが見えて、ちゃんと後ろしっかりと子供がちゃんと乗ってるかとか、左右、まあ、速報です、車が来てるとか来てない、すごく分かりやすいと思います。後ろを見るっていうのももちろんあるんですけど、この広角で見れるっていうのはすごく安全性を確保するっていう意味においてもすごく意味のあるものなんじゃないかと僕は思います。これがもう今回のステップワゴンとかは廃止されてるんですけども、ちゃんとフリードはついていると。まあ、もちろんこれはもう末期のフリードなので、まあ、もちろんついてるっていうのはあるんですけども、まあ、こういったところがすごく配慮されてる装備ということで、すごく使いやすい車だなっていうことで、まあ、そういったところからも多く支持されてるんではないかなって思ったりします。で、フリードの動画僕も結構上げてるんですけど、久しぶりに乗ったのでもう一回後ろの居住空間とかも試しに見てみようと思うんですけど、まあ、私今こんな感じで自分のドラポジに合わせましたんで、この状態で後ろ乗ってみようかと思います。で、先ほどもお話しした通りで、このドアノブすごく軽くてすぐ開いてくれるのでいいです。で、ステップワゴンと違うところはやっぱりここがかなり低床になってる、より低床になってるっていうことなので、まあ、子供さんがこう乗り降りするってことはすごくいいなって思います。で、改めてこんな感じで乗ってみると、まず感じるのは、全然ステップワゴンに比べるとこのシートの位置がかなり低いです。まあ、それによってこのシート自体がまあ低くなってるので、後ろ乗った時にかなりこう見下ろせるような感じなんです。すごく視界がこう広く見えるっていうことです。車自体はちっちゃいんですけども、このおそらくこのフロア自体がこう
傾斜がついてると思うんですけれど、後ろに行くにつれておそらく高くなっていくような感じ、まあ、ステッパーもそうですけど、これはより一層フロントのシート自体がかなり低いところにマウントされてますので、まあ、後ろはかなり見晴らしがいいと、まあ、いうところがありますので、まあ、こういったところでもやっぱりこう車酔いしにくいっていうのもおそらくあるんではないかと思います。ただこうシートがちっちゃい分この足が入らないっていうのはあるんですけど、でも思いのほかステッパーゴンよりも RP ゴンのステッパーゴンに比べるとかなり広いなって感じますね。で今もうスーパースライドが当たり前になっちゃって、ノアボクシーもスーパースライド、もちろん先代からスーパースライドですけど、これこの車格でこの広さって結構画期的だなってやっぱ思います。足は入んないんですけど、でも入らなくても全然広いです。で拳的には 1,2,3,4、 これ僕のドライブポジション174の私に合わせてるんですけど、でも拳4個分ぐらいありますので、かなり広いっていうのが、まあ、正直なところです。すごくいいなってちょっとまあ改めて、まあ、新しいミニバンを見てきて、この車をまた見てみるとすごく良さっていうのを感じる。でこういったものもちゃんとロールサンシェードとかもしっかりとステッパーゴンと同じ上級車種と同じものがついていますし、まあ、もちろんパワースライドですし、ここまでしか下がらないになっていて、安全性も配慮されているということです。そうでもう一個いいなっていうのは、これハイブリッド車なんですけども、ここちゃんとウォークスルーができるっていうことです。で結構みんなあまり気にしないっていうか、言いたくても言わないんだと思うんですけども、ここノアボクシーとかもそうなんですけど、ここにセンターコンソールがねつくようになっちゃってるんですよね。ですごくこう邪魔だなって思う方も多いと思います。せっかくミニバンなのにウォークスルーができない、でここにセンターコンソールがついちゃって車のこう行き来ができない、前から後ろへのこう行き来ができない、すごく使い勝手悪いよねって思われる方もすごく多いと思うんですけど、これはハイブリッドなんだけれども、ここがウォークスルーになってるっていうことですね。こういったところもやっぱりフリードならではなのかなっていう気がします。すごく使いやすいということですね。はい。でこれ今一番後ろにしてるんですけど、3列目どうかっていうこと で3列目に関してはノアボクシーと同様に、これは床下ではなくて跳ね上げタイプです。でノアボクシーはちゃんとこれ下げるときにこう勝手にこういう感じでこの椅子がこう動いてくれるんですけど、このフリードはそうではありませんので、ちゃんと下ろすときにまずこのフックをこんな形で外して、でここに入れて、でこの椅子自体をこのような形で出して、足ですね、出して、でこんな感じで、でこれもそのままでは起き上がらないなってるんで、ここのレバーですね、このレバー自体を前に引いて、でこんな感じで引き出すという形になってます。で気になるのは乗ってみてどうか、今ちょうど一番後ろにしたんですけど、ノアボクシーは後ろまで完全にスライドさせると、まあ、スーパースライドなので、まあ、当然後ろもクリアランスなくなるんですけど、でもある程度クリアランスを確保した上で乗ったらどうかっていうことなんですけど、乗ってみるとこれがまたすごくて、ちゃんと座れます。で今すごく思ったんですけども、ノアボクシーよりもシートが柔らかい、非常に、うん、で別にこの狭さ広さっていうのもそんなに変わんないっていうことに今気づきました。こんな感じです。結構ステッパーゴンと比較する、まあ、車格としてはステッパーゴンと同じなのわけなんですけど、でもこんな感じで改めてフリード、まあだいぶ前に出た車ではあるんですけども、乗ってみるとすごく考えられていて、
これ、シート今、こっちは今一番後ろまで下げてる状態なんだけども、それでもまあ一番後ろまでちょっと下げられちゃうと厳しいものはありますけれど、もう一度じゃあ自分のこの後ろも座るということで配慮した位置にすると、まあこれでもいいと思います。1、2、3、まあ、拳 3.5 ぐらいちょっと前に出しましたけど、まあ、3ぐらいにしましょう。3ですね、します。で、前は自分の運転ドライビングポジションになってると。で、後ろで、これもちゃんとウォークスルーできますし、後ろ座ってみると拳1個分ぐらいあると。で、ノアボクシーも結構後ろがちゃんと座れるように前をスライドさせると、まあ、それなりの広さにしかならないんですけど、でもこちらのフリードに関しても同じような感じですると結構拳1個ぐらい入る形になりますので、これ結構いいかもしれないです。っていうか、この車格としてはこれ S クラスミニバーになるわけなので、一つ格付けとしては下がるわけなんですけれど、普段、まあ、3人とか4人とかで使うという意味においてすごくちょうどいいパッケージングの車に、ね、なってるなっていうことをすごく、まあ、感じました。はい。で、今度後ろ最後に見ていきたいと思うんですが、このリアハッチも、まあ、当たり前なんですけど、やっぱり車がちっちゃいってこともあって、コンパクトってこともあって軽いです、開閉も。で、後ろ今これシート出してる状態ですけど、まあ、出してる状態だとさすがに、まあ、狭いで、なおかつこれ下は開かないようになってます、まあ、ここは開閉ができなくはなっちゃってはいるんですけど、まあ、それを考えても十分居住空間としてはあるかなと。ただやっぱりシート自体をこうまた戻すとき、まあ、片手でポンとはできなくて、でそれなりにやっぱり重さもあります、自重が伴ってきますんで、そこがまあもちろん新しい車とは違うところではありますが、まあでも車自体がもともとコンパクトな車で S クラス系の車になってますんで、 M クラスに比べると全然跳ね上げという意味においてもそんなに窮屈ではない、まあ、ただ両手じゃないとちょっと厳しいっていうのはありますけれど、まあ、こんな感じで跳ね上げにすると、まあ、かなり広いスペースが保てる。で、さらにもうちょっとシートも下げられますので、まあ、それによって拳4つ半ぐらい、私の場合ですと入るぐらいの居住スペースになる。で、かつここのフロア自体もかなり低いので、物の出し入れとかもしやすい。で、人が子供が後ろからポンと乗ることもできるぐらいの広さになってますので、これはね、かなり使いやすい車、まあ、先進装備がどうとかっていう話は別にしても、ミニバンとしての使いやすさっていう意味においてはすごくいい車だなと思いました。誤発進ブレーキっていうのもこの後期モデルから、まあ、ソナーがついてますんで、つくようになったと、まあ、いうことになります。はい、ということでこの車今回お借りして一般道試乗していきたいと思います。